ソビン将来っていうのは実は朝鮮半島にもともとあったということが、まあ、言われていて、甲冑、鎧です、あと刀、剣などの、ものが、遺物が出土しております。まあ、自転車の楽しさはね、全部伝えたいと思うんですよ、生きてる間に。向こうまあ、明るい人だから、みんなって。